今日もお疲れ様、ステファニーです。山田です。はい、ということで、はい、暑いんだけど。やばい、マジで直射日光えぐいて。今はですね、高尾です。高尾です。引き続き高尾でして、今からちょっと面白いお昼ご飯を食べに行こうと思ってます。どうやって見つけたんだっけ。 TikTok でいつも面白そうなとこ探すんですけど、台湾人の投稿を見るようにしてみたんです。もともと今まで日本人の方が上げてるやつの方が言葉わかるから面白かったから分かりやすくて見てたんだけど、そうしたらやっぱ台湾の方が上げてるからより面白いスポット知ってて、言葉は分かんなかったけど映像でね、そうもうおもろいのが分かる。あ、いいところと思った。そう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 、ガチローカルのお店でちゃんとあのできるかも分からない、あのいろいろ、まあ、この後行ったら分かる。そうだね、行ってきまーす。見えてきたかも。しかも並んでるっぽい。これじゃない、あ、違う？濃いよな、確認しよう。528ドルって書いてあるよ。違った違った違う行列です。日陰から行こうぜ。大ワンブロック向こうです。はいよ。だとしてもあのお店何だったんだろうな。あそこもでも鍋って書いてあった。あ、ほんと、なる人気やね。 あ、これじゃない、この赤いやつ。あ、5分前準備してます。ここです。あ、いいね。318だった。はい、こちらじゃがじゃん、回転火鍋食べ放題です。火鍋のこの中から多分選んで一人一鍋やって、回転式にねおそらく野菜とか肉が流れてくるから、それで好きなものを取って入れてくスタイルだと思ってます。これカレーやん、インド式カレー鍋。これちょっと四川マーラーみたいな、いろいろある。迷う、なんかめっちゃ並んでると思ったけど意外と並んでなかった。ラッキー、イエーイ。これやっぱ目標配信になるんだろうね。焼きなんてこれ。草原のカルシウムミルクポット。おお。開きました。開きました。お父さん、すごい。先にお金払うスタイル。90分制だ。お、90分制。オッケー。ハロー。ハロー。あ、スパイス。これとこれ。ワンワン。Thank you。谢谢。ありがとうございます。ね、ここに鍋が1個ずつ入るスタイルっぽい。調味料もね、調味料になるよ。すごっ、うまい。ネギもある。フリードリンク。なるほど、これも液体が浸透する。いや、面白いよ、この試験。ちょっと食べてみて。白菜、椎茸もある。流れてる種類がすごい。貝もある。楽しい、これ楽しい。なんかこれ冷凍なの、これもすごいね。チキン海側だ、スイカ見て、魚の皮。うん、うん、いただきます。やっぱ肉うまいです。あ、ほんと、なんか間違いない。お肉は間違いない。うまっ。あ、生卵だで、ご飯もあんので、コーヒーも。ラテで最後のフローズンアイスだし、ちょっと苦みがあるウラキでした。これね、よく分かんなかった。梅酢みたいな、すでに癖があるの感じの油だったと、さっきうちが取ったコーラ、今回はファンタにします。アイスも種類がいっぱいありますが、何味か分かりません。いろいろと試していきたいと思います。ドリアンみたいな、ちょっと苦手。苦手。コーヒー美味しい。これもう一回食べる。コーヒー味。はい、僕は締めにヌードルいただきます。麺を入れた後に、ね、生卵も入れて卵とじにしてました。はい、多分台湾の人誰もやってないと思いますが僕は卵とじにしました。あのチキンラーメンみたいな、そのぐらい美味しい。チキンラーメン札幌一番ぐらい。はい、結局回転火鍋を食べてからだいぶ時間が経ちました。結局午後は宿でちょっとゆっくりして、ちょっと仕事もしてみたいな感じで、夕方、もはや夜か、6時半7時ぐらいですね。今夜はですね、ここクルーズです。なんか夜さ、ここにある川、愛の川って書くんだけどさ、ロマンチックよなのなんかクルーズがあって、でそれに乗ろうかなと思ってるんですけど、ちょっと早めに着いちゃったのでもう少し暗くなるのを待ってます。はい、これによると1回のクルーズがだいたい25分ぐらいと、料金が一般は150元、
なので大体700円ぐらいですね。せっかくなんで乗ろうかなと思ってるんですけど、高尾のこういう川沿いをちょっと周遊できますよみたいな感じですね。綺麗よな。明日おそらく台北の方に戻ろうかなと思っています。一応今台中台南、高尾と来てまた北の方にね戻って、まあ、後半も本当にゆっくりしようかなと思ってます。特に何かあるわけではなくて、台湾に友達がいるので友達たちと会ったりとかして、はい、ゆっくり過ごしたいなと思ってます。そろそろいい感じの色合いになってきたので寄っていこうと思います。今山田っちがチケットを買ってます。じゃーん、かわいいですね。愛の船、愛の船、かわいい船、しっかりした船です。イエーイ、イエー、高いなライトね。愛の船だからな。愛ですから、愛ですから。これは出発したぜ。はい、おまくいじゃみんな、わらん、あおーすばめ、等一下慢慢吃哦。来，首先呢，我把我们的救生衣呢，上，然后这边有两条生人长的织母，为什么织母？因为这条爱河的话呢，是个那个水道。高雄的龙舟竞赛，这是中国比赛系统，就对了。在凹池底站，你看过去全部都是重点。快，啊，太早卖掉了，很可惜啊。哦，桥墩有一只鸟。有没有桥墩？那个桥墩有一只鸟，那灯光的第二个桥墩以后，你现在已经进入到我们凶港了。一共有两个港口，15、16、17、18这样给它算过去。啊，轻轨有没有看到？轻轨桥墩哦，这是我们轻轨的轨道。这一座桥叫什么桥？它那边写个大港仓，有没有看到？前方，哎，那你就知道，好，在完成。桥墩也有一只哦，来，这个呢就是我们的俗称的。すごい、本当に。坂東英二さん。坂東英二さん、ずーっと話をしてくださって、坂東英二さん。すごかった。なかなかできない。25分間ずーっと、本当にずーっと。かわいい坂東さん。坂東さんでした。いや、ちょうどいい時間だったわ。ああ、ちょっと夜楽しむにはいいね。うん、700円のお楽しみでした。じゃあ歩いて。また夜市を散策して、はい、終了です。終了です。まあ、夜市はね、昨日の動画と被っちゃうから撮影はここまでかな。あ、ちなみに山田は先ほど同じ、昨日と同じチキンを食べてました。同じお店。店員さん変わってたね。店員さん変わってた。でももうちょっと芋タレ、油っぽい芋、芋なんで、なんかさっぱりしたものを探して入りたいと思います。はい、ということで高尾編でした。はい、次は台北に戻るから、はい、台北動画かな。はい、じゃあ皆さん良い一日を。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。